はい、はい、行きますか。シリ、はい、シリアルも今のところあれだからな、解禁賞だから。そうだね、解禁賞だね。はい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 、おはようございます。そろそろ緑引きたいわ。さーて、資料ありますか。さて、まあ、今回はやるとこかな、俺は、うん、じゃあポムコバカ使用しときます。ないよそんな自由は。なんかもうまたバカな気がしてるんだよな。あ、そう、うん、金だったらいいなぐらい。タラちゃん、うん、え、ポムコさん、またまた同じの引いたんすか。うん、ってことはボムコ、ボムコか、ボムコ再来。ボムコの時、はいはい、ボムコ使用です、ボムコ使用、ボムコ使用です。だいたいとぼけてる時があれなんで、黒の、あ、黒強いやつで、ボムコですか言われて、ボムコですって言った時には大概ボムコのなんだよな。絶対ボムコじゃないです。使用してる時なんか大体合わせてるから。ボムコ、ボムコ使用して。じゃあ次釣ります。いやで、ちょっと活躍するから。さすがに釣り毒。あ、じゃあ分かりました、分かりました。ボムコラッパーです。トラッパー、ラッパーです。ラッパー使用します。白羊さんも、白羊さんもトラッパーです。スライドしますけどね。あ、ごめんなさい、白羊もトラッパーです。白羊もトラッパー、書いておきます。今回もラッパー村かな。ラッパー村の可能性ある。じゃあ自分もトラッパーです。ニャンコくんがトラッパー、はい、トラッパー多いな。うん、もうこれなんかバカ濃厚になってきたね。またこれいっぱい出てきたら。タラちゃん短命ね。短命っていう役職なんで。新しいの、新しい、すぐ死ぬ役職なんで、ちょっと一日一日を大切に生きようと思います。そうやな、一日一善。あ、3人ね、今んとこ。ニャンコ、ポムコ、あ、そっか、ニャンコか。で、タラちゃんが短命しようね。おやすみなさい。おやすみ。どうすかな。はい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 。あらら、え、あらららまさか、あー、わからないか、マジか。ごめん、俺まただわ。俺、トッカさんのとこにトラップ仕掛けに行ってて、わからないって出てるから、俺ごめん、またわかんない。ごめん、俺もわかんない、また。なんちゃん何？トッカさん、あ、俺もトラッパーで、あの、トッカさんが一日一伝とか言うから、守ってあげようって思ったら。まあだからシリアルだから両方わかんないわけで。あ、ごめんね、透けちゃったわ。タラちゃんかタラちゃんさん、どっちか引っかかんないんですかそれ。そう、普通どっちか引っかかると思うんだよね。どっちか引っかかるか、どっちもバカか。タラちゃんとこ行って引っかかった。タラちゃんとこ行って引っかかった。にゃんこ仕掛けてます、タラちゃんさんのとこに。あ、なるほど。じゃあにゃんこは新っぽいか。あれ、誰が引っかかったって。ガフィーさん、ガフィーさん、ガフィーさんはなぜタラちゃんのところに。トラッパーなんでトラップを。ほら、え、トラムラだ。トラムラだ。トラムラだね。そうだね、にゃんこが仕掛けて、ガフィーさんが来て、ガフィーさんかかって、ガフィーさん死の可能性もある。ん、ガフィーさん死の可能性じゃね。え、だってにゃんこが、にゃんことガフィーさんが、そう、両方タラちゃんとこ行ってて、どっちかが引っかかるっていう可能性あるじゃん、心身で。はい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 、心身の可能性があるから。え、両方かかってんの。え、あ、両方かかってんの。にゃんこのに、ガフィーさんがかかってるから、もうランダムで、そう、ランダムでにゃんこの方が先に仕掛けてっていう。あ、まあもしかしたら新トラップ両方新かもってことね。まだ分からない。そう、両方新の可能性もまだある。にゃんこは新っぽい。それか、トッカさん、トラッパ両方バカで、
特化さんのところに、クリーナーとキルが同時に通ったってこともありえなくはないって。ああ、そうだね。まあ、でもね、私視点の話、はい、私は多分白羊タラちゃんが特化のとこ行ってるって言ったじゃん、トラッパーで両方ね。行ってる行ってる。そしたら、でもどうなんだろう、シリアルだから絶対通り抜けはするけど、うん、どっちかに芯がいればどっちかが引っかかるはずだから、どっちもバカなんだ、ね、そうだ、そうシリアルは引っかかんなくてもどっちかは引っかかるはずだから、うんうん、私目線は両方バカもしくはどっちかがシリアルできるしに行ってる可能性もある。あーそれはなるほど、ね、うん、うん、でちなみにポムコは昨日ラッパーでトラッパー使用した白羊を守ろうと思って白羊にトラッパー仕掛けたけど誰も誰も引っかかってない、確かに誰も来てないよ、トラッパーであること証明する手段がもうほぼほぼないよな、俺らはもうなくなっちゃったね、そうだから次の動きじゃない、次誰か引っかかるとかなんかして、でもまあバカだった場合はもう証明の取りようがないんで、そうだね、なんとも言えないって感じかな。だもうシリアルキラーやったらキル必要する人が3人おるんでやばいですよね。やばいな。そうなんだよ。ちなみに、あれだ、前さんとかは、なんか、まだ言わない方がいいと思ってる。なんで1キルなんですかね、じゃあ。最大、なんか2はあるかなと思ったんですけど。タラちゃんさんのとこに仕掛けたやつが、ラフィース。これがインポスターの可能性はある。まあそうだよね。そこが赤の可能性で切りにいってる可能性は。ガフィさんありがとうございます。もしくは、だから、トッカさんのところに、シリアルと、インポスターに置いてる。あ、昼が被った可能性もある。だから、タラちゃん、白羊さんのどっちかがシリアル、どっちかがインポスターで、そう、それもある。両方とも、なんとか、まあ、あれ両方とも本当は命狙ってたけど。ああ、なるほどね。いやー、でもこれ、どうしようかな。弁解しようもねえよな。さんがインポスターの場合とかもワンチャン。ああ、まあそれもある。あるある、それもある。それもあり。ちなみにヤスさんは何なの？そうだね。まだ伏せさせてもらう。お、伏せ多いな。じゃあ、久保田さんも伏せですか？まあ別に言ってもいいんですけど、いや、まあトラッパーなんですよね。なるほど。だからちょっと多すぎて、またなんか同じことが起こってるなっていうか。久保田さん、じゃあ昨日どっか仕掛けに引っかかってないって感じですね。そうですね。前さんのところで引っかかってません。なるほど。前さんのとこに仕掛けた、前のとこに仕掛けに来たってこと？はい、仕掛けに行って誰も来てない。うん、わからん、どうしよう、どう前さんとヤスさんが伏せだから、まあ前ヤスにシリアルがいて、にゃん、白羊タラちゃんが両方クルーの可能性も、まあイノセントの可能性もあるで、もしかしたらにゃんこくんとガフィーさんの中に赤のいる可能性もあるってこと？あ、まあ確かにある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 。オッケーです。にゃんこくん、わからないか。ごめんなさい。自分ヤスさんとこきっかけに行ったんですけど、はいはい。トラッパーで、まあシリアルなんでちょっとわからない。まあシリアルの可能性があるね。ヤンコ君どこ行った？自分は前さんのとこ行って誰も引っかかってないです。ただ俺ニャンコ君のトラップに引っかかったって言ってるんで、シリアルの可能性は消してほしいんですよ。そうだね。引っかかってるから。引っかかってるか、ガフィさんのシリアルはない。だからガフィさんはあって赤。自分はガフィさんに恩返しで置きに行きました。誰だ、タラちゃん。タラちゃんか。タラちゃんがガフィさんのとこに仕掛けた。ガフィさんのとこ置きに行った。で、誰も引っかかってない。引っかかってない。あれ？僕もガフィさんのところ行ってるんで、両方ともバカの可能性。はいはいはい、はい。ちなみに俺はポモコの家に仕掛けてますね。で、誰もかかってないです。確かいないな。やっさんの役はポムコは、にゃんこくんが死んっぽいので、にゃんこくんの家に仕掛けに行って誰も引っかかってないです。
で、ちなみにゼンさんまだ言わないですか？あ、もう言おうと思ってて、ただ、はい、あんまりいい情報になってなくて、はい、ルックで1日目にゃんこ誰も来ず、2日目久保田さん誰も来ずです。1日目にゃんこ、2日目久保田さん、はい。とりあえずこれがここまで来てた約束が何なのか気になるんですけど、ルックってことですかね。じゃあヤスさんが不明で出てて CO がないからヤスさんもルックの可能性はある。そうですよね。トッカさんも CO しないからルックの可能性はもちろんあるけどって感じかな。だけど今、まあ、トラッパーとバカのあれも考えてもヤスさんかゼンさんどっちかバカ想定になりません？そうでもないか。ん？どういうこと？あれなんかトラッパーでもゼンさんはルックでまだ誰も見てないって言ってるから、そのあそっか、ま、何かわかんない。そのルックを乗っ取ってるか、うん、明るくかとか、うん、とりあえずキルを起こしてるのが今のところシリアルだけっていう感じやな。そうなんだよね、赤が動いてないんだよね、2人とも。それが気になる。死んだ人の役職なんか今日一回も見てない気がする私ちょっと思ってるのは、いやこれもしかして変な感じになるかもしれないけど、その赤にクリーナーがいてクリーナーをしてるところを切っててわからないになってる可能性もあるなって。えそれってでもできんのかな。1ターン目にクリーナーが塗れたところにその同じターンにインポスター切り入ったらクリーナーで切る、クリーナー塗った状態になって切るされたことになるの？なるんじゃない。だってインプサ2人で片方がクリーナーで、あクリーナーが先の動きになるのか。同じところにクリーナーしに行くのと片方はキルしに行けば、あじゃあクリーナーが先の動きになってその後キルになるのか。うんうん、なるほど。どっちにしても死んだ時わからないになるはずだから、夜のうちにクリーナーするから。だけどどっちにせよでもそうなると、じゃあニュートラル側がシリアルじゃないってこと？その感じでいけばニュートラル側はもうシリアルじゃなくてシーフで追うしかない。いやいや、シリアルもいる可能性はあるし、シーフの可能性もあって、でもわからないが2連続続いてるからもうシーフはないんじゃない？うん、うん、サバイバーかボマーか。でもシリアルがいると考えると、私目線はもうトッカさんが最初のキルで死んでるじゃん、わからない。はい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 。でそこに行ってるって言ってる主張が白羊タラちゃん、うん、うんうんうん、からどっちかにシリアル、もしくは私ゼンさんが嘘ついてるシリアルも結構あるかなってちょっと思ってるけど、うん、ただそうだよね、ラッパーもバカばっかりだからちょっとガフィーさんはシリアルが否定されたんだっけ？そうですね、ガフィーさんはニャンコ君のトラップに引っかかってることから、うん、ガフィーさんのシリアルはない、うん、だからあって赤、うん、はいはいはい。にゃんこくんは、うん、にゃんこくんの赤の可能性否定されてんだっけ？にゃんこは今いやまだ否定されてない。赤のキルは起きてないから、トラッパーは書く、うん、赤の可能性はあるって感じ、うんうん、だけど今は赤より青を探した方がいいと思ってる。そうだね、うん、そこはそうです。だからガフィーさんとにゃんこはとりあえず除外してんの、うん、今青の可能性はないから。はい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 。だから私目線は白羊タラちゃん全あたりでシリアルかなってちょっと思ってて。あーなるほどね。いやーどうなー、いやー否定ができねえな。どうすっかな。どうすかな。この選択で良かったのかな。むずいなこれ。うえ。ああ。トムコが。トムコさん。どっち？もうやっぱ 100% シリアルじゃん、もうこれ。シリアルは 100% だな。ヤンコさんとこにトラップ仕掛けたの誰ですか？奥ですね。あ、じゃあシントラですわ。俺引っかかった。おお。伊藤さんはシントラ。ちなみに俺ガフィーさん家にかけに行ってるけど誰もかかってない。でないですね、誰も。うん、自分じゃあ、久保田さんはシントラか。オッケーです。タラちゃんかな、にゃんこ。そうなのか。はい、そうです。うん。全タラちゃんのとこでかかってます。
あれ、羊さんはどこ行ったっつって。え、俺ガフィーさんちです。ああ、そうかそうかそうか。ガフィーさんが、ガフィーさんを一応守っとこうかなって感じですかね。もう、なんだっけ、うんうん、トラッパーで確定したって話になったんだっけ、なんだっけ、なんか。いや、赤トラか、バカか、ああ、そうかそうか。トラッパーか、うんうんうん、まあ、3択なんですけど。うん。疑問なんですけど、1個。はいはい、キルがずっと1キルしか起こってないっていうのがやっぱりそのめちゃくちゃ気になってて、そうね、で、コモコさんのさっきの発言の流れで言うとめっちゃ青を出したがってたじゃないですか、うんうんうん、あ、はい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 、で、そこで赤とのキルが被るのがおかしいと思うんですよ、もしくはポモコが普通に赤陣営でシリアルに切るさ、あ、そうか、赤から、そうか、青を炙り出そうとして青から釣ろうとしてて人海処理目指して、まあこの3人の中にもう2人がおって、ね、インポスターが、うんうん、もうあとシリアルしかいないって可能性も、うん、あると思うんだよな。この段階で3人がいだと、ここで1連れても多分負けだから、もう2人が進行しかないと思う。シリアルと1インポスターで考えていいと思う。こんだけわからないのキルが進んでる以上で、うん、インポスターのキルがないから、うん、シリアルでインポスターが殺されてる可能性の方が俺はめちゃくちゃ高いと思ってる。状況的に。うん、で、そのさっきのポムコさんのそのシリアル疑いラインの、タラちゃん白羊前の中で全部は今回とりあえずニャンコのあれにかかってるから、まあ、全部はシリアルではない、まあ、される、そうだね、シリアル否定されますね。タラちゃん白羊の中からやっぱり釣りたいかなとは思うけど、ね、そうですね。でもうわーどうしようかな、うわこれ俺どうしようもないんだな、わ俺もどうしようもないんだけどポムコさんの発言の流れからしてそのポムコさんその青と赤でキルが一致するのがおかしいと思ってるんで、なんかそこはちょっと怪しいと思ってるんですけど、答えが出ない感じですね。個人的にはポムコで一落ち、ポムコが赤陣営で青陣営を釣りたがったのかなと思ってて、あ、そのもう赤の相方がヤスさんかトッカさんの中にいて、それで殺されちゃってるから、うん、勝ちを狙いに行って青を釣りに行ってるのかなって印象なんで、俺はもうインポスターが落ちてると思ってて、それが一番腑に落ちた。そうなるともう俺はもう前さんが俺とタラちゃんを疑うっていう話になってて、白筋タラちゃんの対抗になるのであれば、もう俺はタラちゃんをシリアルで置くしかない、ね、トッカさんの方にタラちゃんが行ってて、そこでキルが起こってて、で俺もそこトラップ仕掛けに行ってわからないが出ているから、もうシリアルをそこで確定しようと思ったらここの対抗になるっていうのはしょうがないのかなと思ってるんで、俺はもうタラちゃんに入れるしかない。俺はもう白羊さんにそうなったらもう入れるしかないんですけど、まあまあどっちかでクルーでどっちか一発で当たればいいけど、そうだね、そうそうですね、さっきの流れ的に言うと、そのなんだろう、三人が今いたらもう破綻っていう論をすでに言ってるにもかかわらず、ちょっとタラちゃんがなんかそのまだ赤の線を出そうとしてるのはちょっと気になったかな今。そうですね、それ言うまでは割と本当になんだろう、どっちも一緒だった。いや自分はもうそのキルの数だけを念頭に置いて考えてたんで、そこが気になっただけで、ちょっと。うん、こう積んないといけないと思う。いや、でも、まあ、もし、イノセン、もし、人外側がさっき俺が言ったように、切れててシリアル1だけだったら別にブリに釣る必要もないんだけど、いやー、2はいるで見た方がさ、2はいるで見るんだったら、もう、うん、まあ、もう俺入れちゃってるんで。あ、俺の方来るか。じゃもう、これはもう、そうですね。釣り切るんだったらもう。いやー、うまくて決まったと思ったんだけどな、辻さんの方か。なるほど。おー、ナイスー、ナイスー。いや、マジか、悔しいな、これ。さあ。いやーこれ、勝ったでしょさすがに。どうだ、お取った、おお、そういう感じか。ええ、おおっと、え、赤トラッパー、ニャンコが赤トラッパー、赤トラッパー、赤トラッパー、え、シリアル落ちたんじゃないの、なんだなんだ、どういうこと、なんだなんだ、どういうこと、とりあえず分かってるということ、分かっ
ってるのは俺が赤トラッパーということですか、ね、あ、そう、え、そうなの？そうですね、俺クボタさん、俺は赤ブレイマーです。久保田さん、ごめんなさい。あ、そういうことか。濡れたの、塗ったのか。なるほど、ね。塗ってましたね。使わなかったけど、塗ったこと。にゃんこくんを釣りたかったけど、まあ結果、タラちゃんシリアル釣りたかったな。まあ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 、うん、うんうんうん。タラちゃんも塗ってあったけど、シリアル塗れないんだね。なるほど、なるほど。いやー、ジージーだったわ。いや頼りになる、頭いいわ。そこが線があると思わなかったな。白羊さん怪しいとは思ってたけど。全さんナイス。これはさすがにやられたな。GG でしたね。めちゃくちゃ連携いったわこれ、ね。元からそこグルなのかよ。やられたー。ナイスー。あれやん。あった。手のひらでチャマちゃんが踊らされてた。結構うまく立ち回れたと思ったんだけどな。マジか。いや、タラちゃんうまくない。もう全部インポスターとかぶってるやん、キル。いや、マジ。うちもヤスさんもオーバーキルだったよ。オーバーキル、オーバーキル。これはないと思ってた。